前橋からおはようございます。1月20日水曜日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかな、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます、松山千春です。なんで千春さんなんですか今日お母さんが100歳で亡くなったっていうんです。あ、そう99かな、うん、そうだったんですね。すごい長生きですね、松山さんね。千春さんもツルツルですけど、そうですよね、ツルコセミちゃん状態ですけどねお母様がお母様がそうだったんですね。いやいやいや、もう頑張りましたね。ねえ、はい、天国からもね、そう、息子さんはね聞いてますよ、どうせねえ、そうあーなんつってあーなんつってね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のサトシさんです、よろしくお願いします。サトシです、よろしくお願いします。さあ今日は大寒ということで。そっか、そうみたいです。そっか、一年で最も寒い頃。まあでもね、その暦に合った感じの寒さですね、はい、その中昨日はサッカーをやられてたと。昨日ね、うちの若手がですねはい、はい、サッカーを6時ちょっと前過ぎに来て、18時ね、はいはい、お水を買ったんですよ。おー、ね、やっぱね、ほうほうほう、プレーするから、うん、ちょっと汗かくなと思って、うんうん、お水を置いといたんです、グラウンドに、はいはい、で終わり8時頃にね、うん、凍ってました。2時間であーっつって、凍ってますよって。いやー、びっくりしました。でもそうなりますよね、風がすごかったんだよ。そうなんですよね、昨日は風が強いと凍るんですね、はい、寒くて風が強いと凍るんですね。ペットボトルのお水が、ペットボトルの水凍ってましたよ、ま、周りがそんな中ね、15人ぐらい来てサッカーしてましたけど、バカじゃないの。男って感じですね、うん、まあ、もちろんね、こうちゃんと消毒とかして、はい、マスクしながら、クソ苦しいサッカーでしたけどそれでもやりたいですもんね、バカですね本当に可愛くていいじゃないですか可愛いですか、はい、私はすごくそういうの可愛いと思うタイプです。本当ですか、はい、じゃあ大寒なのでね、そうだよ、ね、まあ、皆さん風邪をひかないように。そして今日のお水はね、本当に長期保存するぐらいいいお水と言われてたみたいなので。え、そうなんですって。腐りにくい、どういうこと、雑菌が、大寒ってこと、はい、やっぱ夏だと雑菌、井戸水使ってたから。そういうことね、この時期はね、綺麗なお水だからずっとね長期保管してたみたいですね、昔の人はね。そうなんだね、だから私も長期保管してみようかな。わけわかんない今そんな時代じゃないでしょ。そうなんですね面白いわ、なんちゃって。さあ、というわけで今日のメールのテーマいきましょう。今日は何にしようかなと思ったんだけど、あなたが P になって、はい、P になってちょっとね、番組を作ってくださいプロデューサーだ。ええ、例えばこうね、何がいいんだろう、あーちゃんを使ってこれこれしてほしいとか、うん、これこれしてほしい、こういうことをしてほしいとか、いろいろ何でもいいです。うん、なんとか番組ですね。そうね、バラエティだったり旅番組だったり、豊かの、お悩み相談、恋愛以外みたいな、ね、そういうやつとか答えられないから、ね、答えられないからどうですかこれね、本当にそういうのがいいですね、ええ、ぜひ皆さんが番組を作るとしたら、はい、どんな番組を作りたいですかっていう、はいはい、テーマで勝手に作ってください。ぜひ、うん、ちょっとサトシさんのも楽しみですね。俺は別にないっす、よく言われてるじゃないですかまあそれでいいんですよ、私は私のはいいです。はい、ぜひ皆さんメール送ってください、はい、それでは時刻は7時29分を回ります。水曜日です、いってらっしゃい。7時45分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間はおはようすみやさんのコーナーです。はい、昨日はですね、言ってみたい言葉ということでなんでそのテーマにしたの。それいや、特に特にない、何の理由もないんですけどそうなの、なんかアッシさんっぽいなっていう。あ、そうなんだ。なんかテーマを決めるときって、うん、アッシさんの日が一番難しくて。なんで、あ、そっか、そう、アッシさんがそのなんか行ける行けないっていうのがあるんですよ。行ける行けない。そう、あのね、アッシさんってね、アッシめんどくせえじゃん、結構こだわりがあるんですよ。いい意味でね、すごく。そうなんだね。そう、昨日119だから、なんか緊急取材とかなんかそういうことかと思って。あー、なんかそうそう、アッシさん多分ね、
結構緊急事態話結構してたから。あ、そう、うん、何を言いたいって話をしてたの。それ足に相談してするんですか。うん、皆さんがこうなんかこう臭いセリフを言ったりとか。あ、そうですか。そう、そういうのがあって、そうなんかね、アッサンはコンビニに傘を置いといて、置いといて袋ですって。そうバカじゃないの。面白いけどね。言ってましたけど、言えないのかって話ですね。トシさんは、まあ、あります、いい、これ言いたいけど言えない言葉みたいな、言ってみてみたいな、言ってみて、うん、一人暮らししていいですか。言いたいです。本気でアパート借りていいですか。待って、一番やべ、ダメ、家庭内状況が、リアルにリアルな話に、一人暮らししていいですかって言ったね。誰の真似。デカデカさんです。あ、デカマさん。あー、面白いな。はい、すみません、言ってください。危険ですもん。いけるか。危険です。掘りたいですけど、危ないので行きましょう。はい、では、すみやさんの、すみやさんのメールです。おはようございます。はい、言ってみたい言葉、はい。女性に言ってみたい言葉がたくさんあるんですけど。何？まあ、いざね、まあそうなると、かっこいい言葉が出てこないんですよね、と。はいはい、垢抜けた言葉がスラスラと出てくる、さとしさんが羨ましい。今は一言、コロナが収束するようにですね。出て、俺出てこないわ、あんまそんなこと。出てきたのが。出てきたのが、一人暮らしさせてくださいです。前言ったけど、俺の友達がやっぱその臭いセリフしか言わないやつがいて、すげえイケメンなんですよ。うんうん、あの高校のサッカー部のやつ、本当かっこよくて、はいはい、うん、今のかっこいいんですけど、はいはいはい、そいつ本当によくね言ってましたよ。へえ。本当に言ってた、すげえなお前っていうぐらいなことを平気で言ってましたね。うんうん、やっぱ自信があるのかな。自信があるんだと思うよ。そっか。夜景見てね、君の瞳に映ってるから僕は君の顔見てるとわけわかんなくてね。なんで夜景見ないのって言われたから、なんか、お前の目に映ってるよとか、わけわかんないことを言ってたやつがいたよ。意外とそういうのが好きな女性っているんですよね。まさみくんだよ、まさみくん。岡本さんですか。違う。同級生。あ、なるほど。50歳です。まだ言ってんのかな。そうだったんですね。すげえな、本当に。でもやっぱその方は見た目に似合うからいいんじゃないですか。じゃあ何太っちょとか俺とか言っちゃいけないってこと。それはねえ、さんも太っちょさんもいいです。何言っちゃいけないの。いや、でも太っちょさんに言ってほしい言葉は、はい、何ですか。ね、何かあるの。誰か来てんの。いや、来てはないですけど、私が太っちょさんに、あーちゃんが言ってほしい言葉ってことね。うん、太っちょに何を言ってほしい。そう、やっぱり私この昨日も言ったんですけど、こうピストルとかでバン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 撃たれてる時に、そんなやついるか、そんなやつ。太っちょさんがいきなり現れて、待たせたら俺が来たからもう安心だって言ってほしくて、で、なんで来てくれたの、助けることに理由は必要かっていう。違うと思います。僕が仮に当たります、ダダ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 ダ
銃で撃たれたらそんな無理ですよ。ポリスじゃないんだから。ね、韓国映ドラマを飲みすぎかもしれませんけど。そうですね、間違いないですそれは。あんなシーンないですから。ないですか。あんなシーンないですよ。あんなね、どんでん返しするシーンなんか。でもなんかよく電車とかで、あれがあるじゃないですか、こう緊急事態になっちゃった時に、この中にお医者さんはいませんかみたいな時に、私医者ですと言ってください皆さんっていうのをやってみたいです。国家試験受けなさい。まあこんな形でね、お送りしてきました。わ、はい、かりました。以上、おはよう住谷さんのコーナーでした、はい、どうもありがとうございました。はい、時刻は7時50分でございます、はいはい、今日のヤキッと聞いてみそう、2分40秒しかありません。はい、さあ今日のメールのテーマはこちらです。あなたが P になってどんな番組を作りたいですか。誰を起用して。そうですね、ラジオじゃなくてもいいんですもんね。何でもよ、何でも。今ドッキリ番組とかさ、多くない、はい、多いかも。確かにそうですね。あれ昔あったんですよ、スタードッキリ丸木報告っていうね。まあ知らないと思いますけど、お父さんお母さん世代ですけど。そう、ドッキリかけるんですか。ドッキリかけるんです。でもレベルが多分違いますよね、今とは。今とはちょっと、今は本当、まあまだ可愛いかなって。ですよね。昔は本当シャレになんないものばっかだったからね。火とか上がってますもんね、爆発したりね。たけしさんなんかあれですよ、軍団を、バスに乗せて、そのバスでこう旅行だっつって、はい、うわーって言って行って、クレーンで持ち上げられて、湖に沈めてたんですよ。
そんな番組できないよ今。で死んじゃうよだって本当。ですよね。全部沈めてましたよ。あの普通にバーって中に。えそれって本当に沈めてるんですか。でまあもちろんすぐ上上げちゃうけど。それでその軍団のその溺れるのを楽しんでたっていう。たけしがすごかったな、あの世代、あの時代は。いやレベルが違うな。いやすごかったですよ。なんか昔の映像とかよく流れるじゃないですか。えこれ正気みたいな。その本当ですよ。面白かったけどね。まあ、今絶対できない。絶対できないですよね。今はもうなんであんな火の中にあんな危ないことしてるんだろうとか、ね、昔の番組ってすごいですよね、うん、じゃあやっぱり今のこうドッキリとか見ると津田さん的にはやっぱ可愛いなでもやっぱ面白く作ってますよね。あなるほどね。面白く、うん、だからもう今息子なんかそればっか見てますけど、あそういうのね、うん、昔のなんかね見たらもうびっくりしちゃいますよ、ね、ですね、うん、じゃあというわけでなんかバラエティ番組でもいいですし、何でもいいですよ。恋愛系でもいいですし、はい、ねなんか旅番組でもいいですし。そうですね。もうすみやさんなんかね本当にね、うん、やればいいのにすみやさん。確かに、うん、なんか変えおはようすみやさんのコーナーを変えますか。なんかちょっと、ね、あの昔あのねあのテレ東でね、うん、あの女の人があの温泉入ってこうちょっと出しながらねちょっとちょろっと見えるんですよ。このは肩こり腰痛温泉の温泉室はみたいなのやってましたけど、ね、言葉廃止こないでしょ。ちゃっちゃっちゃ見えるんですよ。それとかね面白かったね。あ本当に朝からおバカさんって全然そのこのフリップの効能はとか入ってこない。終わったですよ。全然入ってこない。なぜかこう見せるようにこう上上げてたりとかしてたから何なんだこの。いやいや家族とは見れませんね。そういうのしたいですというわけで今日は皆さんぜひ番組を作っておくれください。おはから今日のスポーツニュースさてさて今日のスポーツニュースというかですね、群馬のスポーツニュース、はいはい、あーちゃん月曜日話していただきました。はい、サンダーズがずっと勝ってます。そうですね。また新しい選手が入りました。はい、入りました。大学生、うん、なんかあのサッカーでもあるんですけど、はい、あの大学行きながら、うん、J リーグの試合出れたりとかそういう特別指定選手というのがありまして、それにね選ばれたあの選手すごいみたいね。いや本当にすごいみたいです、ね、あの1回入れたら止まらないみたいな。やだーちょっとスリーポイント得意なんだっけ。そうなんですって。でケンちゃんが言ってた。言ってましたか。彼すごいんすよっつって。そうみたいですね、うん、でなんでサンダーズを選んだのかっていうことですよね。あそうなんか本当は B1 の方にもお話があったみたいな。そうなぜサンダーズを選んだのかって聞いたら、うん、その何やっぱりプレーが好きだと。ああ、うん、相性がね良かったんですかね、うん、相性というか、まあ、サンダーズのバスケがしたい、うんうんうん、これサッカーでも言えてて、やっぱりこういうサッカーしたいなって魅力があるサッカーチームに入りたいっていうのが結構多くてね、うんうん、あ自分のこのあるんでしょうね。あるんだろうね。やっぱりこう綺麗にこう華麗にっていう攻撃的なっていうのがいいんじゃないですかね。サンダーズすごい攻撃的じゃないですか。あのそうですよね。ディフェンスよりもどっちかって攻撃的なチームじゃない。そうですよね、なんとなく、うん、イメージは、うん、そういうとこって多分ね人気出るよね。ああやっぱりそうなのか。ラグビー団も攻撃的なアイドルにそうだ、そっか攻撃的アイドルとか。なるほど、守りではなくな、ね、攻撃的なアイドル何す毎回乗り込むんですかどこかにこうファンとかにこうボールとかこう投げつけてたまにこうちょっと針が出てる。いやサボテンってド M の人が集まっちゃうじゃないですか。ド M だよみんな。みんなド M なんですか。ド M だよみんな面白いな。じゃあちょっとド S になれるように。攻撃的赤木さんどうですか。いやちょっと2021年は変わっていきたいなと思うので、じゃあそうしますかってこら。そうだよ。このボールのどれかにワクチンが入ってますみたいな。腕を出せみたいな。そんなこと言っちゃいけないですよね。本当にもう。はい、そして、はい、あの今月は、サンダーズありません。そうなんですよね。ホームで。はい。で来月2月からですね、うん、ホームに帰ってくると思います。はい。もう勝つでしょ。いやもう勝ちます。なんかケンちゃんが言ったけどこの間の佐賀に勝ったらもう負けないですって言って、うん、強かったですもんね、うん、なんか次の2月5日の金曜日にホームで大和市民体育館であるんですけど、うん、それがその前橋市の冠試合、うん、で前橋プライドマッチだ、はい、みたいなので、はい、これはちょっと行かないといけない。おっとまたじゃああれですか、あーちゃんとアッシュが行って俺行こうかな。じゃあ行きたいな。本当ですか。行こうかな俺も。行きたいですよね。ねで、あーちゃんボールになるんでしょ、ね、いや、ほんと遠目から見たらね、あーちゃんボールぐらいだったよあの前回ね、俺とアッシーがたまたまあって、ね、あーちゃんが本当にあのゴール下にいた時は、うんはい、あーちゃんどれ、あれボール
ちゃんちっちゃくねみたいな。さすが2メートル選手のね下にいるとあちゃんちっちゃかったね。いやちょっとあまりにも大きすぎて、うん、いやなんかこうなんか映像で見ると小さく見えますね。小さくは見えないけどさ、いや確かにでかいよ、ね、本物はね。ねちっちゃかったあちゃん。あそうですか。あのねゴールに乗りそうだったよね。座れそうだった。いやでもねぜひ皆さん前橋市の冠試合なのでね対策をしっかり取った上で行かれる際は、はい、ご観戦ください。そしてザスパも新しい選手が来ておりますですね、はい、新体制が揃いました、うん、結構あのいい選手が残ったので、おお大前選手でしたっけ。元気くん残りましたね。あだから本当ねちょっと去年 の, あの昨年の昨シーズンの後半すごい良かったじゃないですか、はいはい、うんうんうん、最後のねあの月なんか奥野監督が優秀監督賞にもらったりとかしてたんで負けなかったんですよ、うんうん、その流れでどんどんね選手が残ったりもしたので、はいはい、あの流れを新しいチームに注ぎ込んでほしいですね、うん、そうですね、はい、群馬県出身の選手がいや面白いんですよ彼ね、名前が、はい、市木隆一くん。そうそう、一に木に立つ一。そうそう、なんだこの名前みたいな。なんて読むんでしょうと思って調べたら全部で11画しかないし。すごくない？磯日なんて磯だけでもう本当ですよ20画ぐらいないですか。もっとある。1、2、いやめちゃくちゃありますね。多分10、一木くん越しちゃうかもしれない。いや超えるよ磯文字で。はい、一文字で、でもね誰でも覚えられますよね。ね、市木隆一くん。でもなんか見た目すごく俳優さんみたいな。かっこいい、かっこいい。彼桐生出身で太田高校で、はいはいはい、で実はですねザスパのエースナンバーを選んだんです自分で。あ、20何番でしたっけ。26。あの今柏にいる江坂選手とか瀬川選手とかみんなこう、うんうん、ね上に行ってる選手、素晴らしい選手の、うん、そこの番号をあえて選んだという。いやーがありますね、気持ちがもう伝わってますね。しかも東京学芸大ですよ。あ、え、それってどうなんですか。すごい、あの実はヤキマンズと同じところぐらいのとあのまあ、カテゴリーにいるんですよ。あ、そうなんですか。東京都リーグ一部なんですよ。はあ、うちも群馬県リーグ一部じゃないですか。そこからですよ。そこから J リーガーになっちゃうってすごいよね。なかなか。なるほど。じゃあなんか抜けてんだろうね。ですよね、うん、いやこれはなんかすごくファン人気出そうな感じでしたね。女性ファンつきそうですね。22歳ですよ、若い。うん、ねで、なんかその学芸大も一時期こう落ちたんですよね、あの都リーグに。それを上に上げた選手って言われてるんで。そうなんですね。今関東リーグにいるんですけど。すごいよね。でもなかなか。じゃあこう期待ですね。ヤキマンズからも J リーグに入れるということ。そうですよ。ね、誰かオファー来てるけど。もう大盛り上がりですね、そしたら。どうしよう、なんか飛び跳ねちゃいそう。で本当に、ぜひね、皆さん、あの、ホームが2月20、いつだっけ ?8 だっけ。もうすぐじゃないですか。28の、秋田戦です。はい。秋田は J3 の優勝チームです。おー勢いがあります。おーこう止めてあげないと。そうですよね、うん、ホームだし今回のシーズンから4つ落ちるんでしたっけ。そうです。チームが増えて、4つ落ちます。ちょっとやばいですよ。ですよね、うん、頑張らないと。はい、でも、はい、ザスパ目標16位って書いてあったから。16位とか言ってないでさ、もうちょっとなんか6位ぐらいって言ってほしいなね。あ、そこなんだって思っちゃった。私も日本人っぽい。でもまあ考えてあるでしょうね。アメリカ人なんてね、俺何でもできるぜみたいな感じじゃないですか。ね、もっとね、俺優勝するぜぐらい言ってほしいですけどね。まあね。まあでも本当にぜひ。で、怪我なく頑張っていただきたいね。そうです。思います。ということで、あ、じゃあ今週とかは秋田何もないんですか。あ、あの今までね、ちょっとねコロナだったので、うん、あのイベントは今やっぱ今もできないんですけど、うん、ちょっとあるね、うん、収録に行くことになってるので、はい、ね少人数でちょっと活動が。始まっていこうかなと、はい、ぜひ思っています。お願いします。はい、また報告します。今日のスポーツエンタメ情報を出した。はい、どうもありがとうございました。8時21分をちょうど回りました。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とシャートシです。どうぞよろしくお願いします。なんかあれじゃないですか、太っちょ塾講師さんから今日のサトシさんはこうみたいな来てました。桑子真帆さんが来てます。なんか何があったんでしたっけ。大好きです。あータイプ。あ、そうなんですか。桑子真帆さんNHK のアナウンサーです。ちょっとね、ある方と噂になってるんですよ。あいつモテんな、つっくむかつくな本当に。
だよ、いつモテるんだよなあの人。何なんだろう。やっぱいますよね、こう人の中でもなんかこの人モテるんだよなみたいな。何なんだろうな、すごいな。そういう方って結構すごくかっこよかったり、すごくこう綺麗とかわけではなかったりする方が案外いたりね。まあでもまあいいんだろうね、魅力なんでしょうね。太っちょさんね、桑子真帆さん、僕も好きですよ。はい、杉浦由紀さんも好きです。まあ、そんなことだって言ってね。アナウンサー推しですね。さあ、というわけで今日のベルのテーマはこちらです。はい、今日はあなたが P になって番組を作ったらどんな番組作りたいですか？いいですね。ぜひ皆さんに送っていただきたいが、ラジオネーム深谷から来ましたさんからいただいております。どうも、あーちゃんさとしさん、おはからです。おはようございます。おはから、プロデューター、プロデューサーとしてやってみたい番組は音楽番組です、うん、県内外のライブハウスで活躍するバンドやミュージシャンもちろん、うん、アイドルを特集したりゲストに呼んだりして公演情報を紹介したりとしますね。そして年に一度大きい会場でたくさんのアーティスト呼んでフェスをしたい。また過去にイカスバンド天国という番組がありそれに似たこともやってみたいですね。こういう時期だからこそ音楽の力で乗り切りたい。お、今ね全部いろんなところができなくなっちゃってね。できんじゃん、でも今リモートでね。あ、まあ確かに、まあ生がいいんでしょうね。まあそうだね、やっぱね。え、何ですかこのイカスバンド天国って。イカ天ですよ。イカ天。アマチュアのバンドが大体何週勝ち抜くとプロになれて CD がデビューできるっていう、ね。何その面白そうなの。知り合い何人も出てましたよ。はい、あ、そうなんですか、はい、顔が広いですね。懐かしいな。イカ天。イカ天で出たバンドはたくさんいますよ。あのビギンもそうだし。そうなんですか。 いっぱいいるよ、本当にいっぱいいますよ。あーちゃんでも知っているこの美味しくてってやつ、うん、あのね、はい、あの沖縄の、はい、彼らはイカ天でした。確かイカ天はいっぱい出てましたよ当時。昔のスター誕生みたいな感じ、あのね、アイドルの人がスター誕生ってやったじゃないですか、うん、はいはいはい、あれな感じの、あのバンドバージョンみたいな。じゃあもうなんか登竜門じゃないですけど。そうだね、あそこ で出れて、もちろん予選もあるからね。そこで予選テレビに出れない人もいっぱいいるから、もちろんもちろん。じゃあそこに出れること自体がまずすごい。そうそう。へえ、そっか。うん、結構いたな。イカ天出身なんかすげえんじゃねえかな。でも深谷さんはそういう番組を作りたい、うん。面白そうですね。育成系のね、うん、番組いいですね。日本はこう育てるのが面白い番組ですからね。うんうん、そしてゴルゴさんもね、やっぱり音楽番組でヘイヘイヘイみたいな番組を作りたいって。確かに今あんまないからね。あれはいじる人がいないとね、やっぱり。浜ちゃんとかね。いじれる人がいないと。まっちゃんみたいな。だってあのあれのいじりでさ、うん、なんだっけ、あの T.M. レボリューションの彼。あの、え、俺と同じ年の、なんだっけ、彼はなんかね、いじられすぎてあんなになっちゃったんだよね。あ、そうなんですか。自分面白い人なんだって思っちゃったらしいですよ。あ、本当は歌手でちゃんと歌ってるのに、うん、はいはい、ダウンタウンにいじられすぎちゃって、はい、俺面白いじゃんって思って、うん、こうなっちゃったって言ってた。超収力の人。超収力の。そうそう、あの、何でしたっけ、うん、わかるよ。あの、高橋みなみさんとかモノマネしてる。出てこない。そうそうそう。なんで出てこないんだろう。ああに面白くなっちゃったのは、ダウンタウンのせいだって言ってますよ。じゃあもうなんかアーティストなんだからちょっと芸人寄りの方に。かなり芸人寄りですよね。面白いもんだって。いやでもへーへーへー面白かったな。そうだね。今ないですよね、そういう歌、中井さんがやってる歌番組ぐらいかな。あれもあんまね。なんかちょっと違いますもんね、でもね、うん、コンセプトとかね。今やっぱ本当ね、韓国の方が強すぎちゃってね。ああ、まあ確かにな、うん。韓国面白い。じゃああーちゃんいじれますか。音楽番組やったらあーちゃんいじれます。誰がいじれんだろう、豊かな。でも豊かだとあいつミュージシャンだから結構うんちく語りそうだからダメだな。あー、なんか暗い番組に最初になっちゃった。こんばんはみたいな。なんかダメよ。ひどい。こんばんはって。ひどい。挨拶ができない番組みたいになっちゃうから。ひどい。そもそもクレームがひどい。ひどいわ、ほんとに。あー、嘘だけどね。はい、ちょっとどうぞメール。はい、東京実行さん。はい、東京さん。ラジオドラマやりたいですね。お、ラジオドラマ？もちろん。自分とあちゃんの恋愛もので打たれちまえ。入れてくれるなあちゃん。っていうことでしょ。っていうことでしょ。ラジオドラマって何ですかね。彼が言ってる、ラジオドラマいっぱいやってましたよ。これも。どういうこと。M.F. ラジオドラマいっぱいやってましたよ。ドラマするんですか。全部喋ってましたけど。どんな番組だったんですか。だからあのいろんなお祭り、うん、例えば七夕祭りがあったらその七夕祭りで、うん、その妄想ラジオって言って妄想しながらそれ面白いじゃん。いろいろこうあの、脚本書いて、はい、それを誰々はこう誰々のセリフ言ってくださいっていうふうにやるんですよ。言って、あ、うん、じゃあ2人で役やったりとかして。そう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 。何それ。そうそう、居酒屋編とか。はい、そうそうそう、浴衣をほつれてるよとか言って、うん、
そういう、そういう、やだみたいな、そういう、なんかいろいろそういう本当に、ラジオ、みんなが、その当時のね、メンバーが書くんですよ、いっぱい。それを2時間ぐらいで全部それを、誰々編ですっつって。最高。やるんですよ。やっぱラジオ聴いてる方も映像がないから自分で妄想もしますもんね。そう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 。でもちろんあのその七夕祭りの 音を流しながらピキラピキラみたいな流しながら「あっしゃって」っつって、そこであの事件が生まれて、あのケンちゃんがイギリスから帰ってきたばっかりの時に、いきなり「お前居酒屋の店員やれ」って言われて「店員やれ」って言われて、はいはいはい、そこにこう書いてね、こう書いてやってる、ね、文章書いてあるじゃない、それで「すいません」っつって「あの」お願いしますとか言って、でケンちゃんが生中一つっていうのを、それで生中一つって言うんですよ。生中を生中一つって読んじゃったっていう。イギリスがないで全然漢字が読めなくて、ケンちゃん生中じゃ生中だろっつって言えなくて、で俺が「はい生中ねー」って言ったって、俺がすぐ分かった。あ、そうだったんだ。イギリス帰りだから、イギリス帰り、イギリスに十何年住みすぎちゃって、漢字が生中になっちゃって、生中一つねーを生中になっちゃったって言って面白かった。生中すら読めなくなっちゃった。ケンちゃん意外と可愛いところあるんですね。面白いですか、ね、いいね、ラジオドラマ。これぜひ太っちょさんに作っていただきましょう。あ、太っちょにね、作っていただきたい。太っちょがプロデューサーですから。あ、じゃあ私の LINE にもう届けてください。で、太っちょさん短くていいんで、ぜひこの時間までに送ってください。ぜひぜひお願いします。他来てますか。テパンプさん。はい、テパンプさん。あ、アレハレさんにしようか。アレハレさんにしましょう、はい、アレハレさんでございます、はい、私はリベルテイベントイグーを一部だけ撮ってあります。久しぶりに載っている番組表を見たら、当時はいろんな番組を放送してたんですね。その中でもう一回聞きたいのは、モフラジ。あ、モフラジいたね。へー。大喜利コーナー、懐かしいね。あと、前ラジ。ね、ジン君ね。前ラジね。ラジオドラマ風の妄想ラジもやってましたね。やっぱり。今日覚えてます。はぁ、モフラジがアニメのね、声優さんがやってたんです。来てたんです。へぇー。モフラジって。かわいい。それやってましたよ。聞いてました、私も。え、名部ですよね、もちろん。名部です。なんかさっきストイさん番組表持ってましたよね、なんか、はい、あのありますよ。リベルテ持ってきました。リベルテっていうなんか冊子、はい、そうだね。そこに番組表が、そうなんです、昔あったんですね。そうなんです。これうちありますので、へえ。昔の色男もいるな、いないのか。あ、いるいますか。いますね。今そこでパーソナリティやられてる方ってみんなもういない感じ。いない。今群馬にいないかな。あ、みんな。でも最後の最後に辞めた子は、確か一先で、あのなんかなんかやってますよ、人の子。なんか人の子占い師みたいな子。そうなんだ。あいつ何やってんだろう今。人を導いてるんですね。何やってんだろう。ちょっと調べてみよう。この間なんか昨日もナミッキーさんって言葉とかも出てきて、ね、あーなんか懐かしいなとか。太りすぎナミッキーね。あ、そうなんですか、今倍ぐらいになってるらしいですけど。痩せろお前。そうというわけで、ぜひ皆さん今日はなんとかプロデューサーになって、ぜひ番組を作ってみてください、はい、また40分台にお会いしましょう。8時47分を回ろうとしています。い、ね、おはよう前橋からお送りしております。ね、担当はちゃんこと磯木彩香とシャトシでございます。どうぞよろしくお願いします。あの今日からゴートンチャレンジっていうのが始まるみたいで、あの T1 グランプリの代わりどういうことするの。今回順位は決めないみたいで、あの皆さんがお店に3店舗食べに行ってもらって、でそれでそのまあなんていうんですか、それを集めると商品がもらえる抽選会に、はい、でいいの。そうです、3店舗でいいみたいです。じゃあ今回太っちょさんは3店舗しか行けないから寂しいですね、はい、別に全部行ってもいいんでしょ。あ、そうです、全然、ね、お昼だったらね、そう、行ってもらってもね、まあ対策取ってもらって、で3枚一口で応募ができるので、はい、夜行けないからね今ね。ねえ、やっぱ結構どうです、外して街中静かですよやっぱり。あの昨日もサッカーの帰りやっぱこう見てきたけど、お店全部閉まってるし、やってるところはお酒出ないしっていうのが多かったかな。そうですよね、一応27日まででしたっけ。だなんか家飲みがすごい流行ってるから、今家のその何家庭用のそういうものがすごい出てるって言うんですよね。普通のコンビニでビールとか、はいはいはい、あのね、薬局とかでビール売ってるじゃないですか、はい、ああいうのがすごい出てるっていう話ですよね。
じゃあまたお料理とかだとテイクアウト。そうだね。とか。あのパルシステムなんかすごいらしいよ。そうなんですか。すごいらしいよ、もう。はぁ。今、忙しくて。そうなんですね。でもね、そう、コロナで逆に売り上げが上がったところもあればっていうところですもんね。うんうん、そうだね。まあこれはね。お酒出す店以外だってそう大変なのにね。うちも出してよ。ちょっと。そうなんですよね。なんかそこばっかりね、なんかね。そうね。まあもちろん大変なところたくさんあるんだろうけどね。本当ね、確かに飲食店とかね、旅行会社とかが結構、そうね、まあね、こうスポット当たってますけど、当たらないところで苦しんでるところはまあね、結構あるということなのでね。はい、さあというわけで、まあ今日からこのゴートンチャレンジがスタートしますので、はい、ぜひ皆さん前橋市の、そうです、ゴートンに合わせて豚肉とかね、ゴートンいい、ぜひ食べて。ください、よろしくお願いします。さあ、それでは今日のメールのテーマに行きましょう。はい、今日はあなたが番組作ってちょ、はい、作ってください。ラジオネーム赤城山大噴火さんからです。やはりね、音楽番、あ、間違った、温泉番組を。温泉番組ね。はい、できるね。お、好きだから俺は。どんな番組？まずあの沼田方面はアッシーが担当いいや、なるほど。で、あのちっちゃい本当にあの一人しか入れないお湯は、あの温泉は豊か。なんでなんで一人一人温泉どう。確かに、なんかみんなと入る温泉はなんちゃっていそう。やがりそうじゃない。いそうですね。なんか足がつく嫌なんだよね。なんかね、隣の泡が飛んできたけどみたいな。いそうですね。貸し切り風呂担当みたいな。そういう感じね。今いろんなとこでやっぱり貸し切り風呂って人気だから。本当そうだよね。いや、普通に温泉旅行とか行っても貸し切り風呂、カップルだったらよくあるけど、カップルじゃなくても。あ、じゃあさ、一先にさ、あのサウナだけのなんか、あ、どこにあんの。え、サウナだけ、岩盤浴の話かな。もうサウナだけ、中華料理屋の多分裏だと思うんですけど。そこあるって聞いたんだけど。あ、あります、あります。本当、私高校生の時に自転車で通ってた。あ、そんな前からあんの。はい、え、そこで会ってれば、そこで会ってれば。へえ。なんか岩盤浴だけなんだって。そう、その本当専門で。なんか温泉もないし。あ、ないです、ないです。終わったらシャワー浴びて帰るみたいな。あ、そうです、そうです。あ、じゃあそこだ。一門さんとか、その中華料理屋さんとか、なんだっけな、ちょっとじゃあ行ってみよう今度。由良の里とか、本当大きな通りなんですよ。温泉には入れないんだね。じゃあね、入れないです。本当に汗が流して帰るだけ。そうです、そうです。でも入ってるみたいね、一人サウナとかね。あ、やっぱりね、都内とか一人で入るサウナみたいな。うんうんうん。意外とそのサウナもね、自宅上だと結構安いですよ。そんなタワーがないの買えるんだよ。あ、そうなんだ、買おうかな。自宅ですか。焼きマンデーで集めて、サウナ好き集めて、足とかも集めて。え、サウナの良さって何ですか。私分かんなくて、まだ。やっぱ汗をたくさんかいて。ああ。ね、まあスポーツの汗ってやっぱちょっと違うけどね。ああ。無理やり出した感がいっぱいするのあるけど。うん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 、やっぱサッカーで出すと本当にね、あ、なんつうのね、いい汗って感じがする。はいはいはい。やっぱ汗をたくさん出すってことはいいことですからね。まあね。その後にあれですか。お水入るんですか、あの冷たい。俺ね、足だけ。ああ。足だけ。全部入っちゃうとなんか俺心筋梗塞起こそう。いや怖いから入りません。確かに急にね、でもよくいるじゃないですか、ちゃんと使ってる人とか。いるよ。すごいなと思いながら。頭で泳いでる人いますよ。あれはちょっと大変ですよね。すごいなと思いながら見ておりますけど、はい、温泉番組ということで赤城山大噴火さんが ね、 いいね、もちろんあーちゃんには体を張ってもらいますよ、どんな張り方は言わなくても分かってるでしょうなんて言われて。このは誰がポロリするかって話です。本当にやめてください。期待しております、皆さん。見せれるものはないですから、本当にね。恥ずかしい話。ないって。じゃあ、トゥーバムさんです。はいはい。元気ですか？元気。鶏の卵のおかげで、節々が元気な私がプロデューサーです。青森の恐山から、イタコをお迎えして、お亡くなりになった有名人幽霊を下ろしていただき、スタジオでトーク番組をやりたい。できるかんだこと。できるかこれ。これ昔あったよ、よく。ありましたよ、ほんとこういう番組。ただし、イタコは基本的に津軽弁なので、通訳が必要です。罰当たりなことにならないように、特別ゲストとして、春子さんも。春光さんもお呼びしたいと思います。春光さん、前橋から。はい、あーちゃん、さとしさん、亡くなった有名人がゲストに来たらどんなことを聞きたいですか。誰が、誰呼びたい。さとしさんの方が詳しいでしょ、亡くなられた。マイケル、マイケルジャクソンと喋りたい。うわ、マイケルに話を聞きたいです。え、どんな内容聞くんですか。ホイットニー・ヒューストンも聞きたい。どんな内容聞くんですか、パーソナリティとして。マイケル、本当にあの普通の女子は好きじゃなかったのみたいな。すごいな、わ、分かってるな。いろんなリスナーが聞きたいこと、いろんなね、
言ってね、何言ってんのマイケル何言ってんのみたいな。すごいマイケルさん目の前にそういうことができることがまずすごい。そして私が最後に、番組は鳥居息子さんとコウさんを呼びして生コマーシャルをしてみたい。そうね、とっぷりハマってます ね、 今結構売れてますよ、この会社みたいですね。すごいですよ、新聞から何かいっぱい出てきますよ、ね、すごいな。 MAV でもね、まあ、放送しておりますもんね。どうも研究員のコウですはい、お願いします。ラジオネームね、白鳥女さんからいただいております。今日のメールのテーマ、あなたがプロデューサーになってやってみたい番組、うん、やってほしい番組、もう一度聞きたい番組など教えてくださいということで、お白鳥。お白鳥、そうね、コスプレ天気予報なんてどうかしら。見えねえっつうなら見えねえっつう。季節やイベントに合わせたコスプレで天気予報、天気予報が外れたら脱ぐの、うーいいねねえ、もう一度見たい番組、昔 NHK 教育テレビで放送していたおーいハニマルとできるかなかな、できるからに出てたのっぽさん、現在86歳でご健在そうです、すごいよね。あ、そうなんですね、懐かしいな。いやーにしてもルルちゃん天気予報が外れたら脱ぐっていう、あ、面白いですねラジオですけどねラジオじゃ何もできやしね、多分ルルちゃんは普通にテレビ番組でやろうとしてるまあ動画でね、上げてもらって、上げてね、面白いな。そうですか。それさけさん、はい、赤城山の昨日はブリザードだって、真っ白だったもん、内から見れる赤城山が。本当ですか、やっぱ、うん、そっか。磯木と豊かのぼっちナイト、カゼンちゃんの毛の話アシのお客さん冷えてますかだそうです。いい見出しですね。さけちゃんもうね、多分違うところのラジオに気を使いすぎてね、もう雑お計らに雑ですかまあいいでしょう、そうね、毎日送るの大変ですよね。コセンちゃん毛の話なんてもうないんだからさ、する話ないでしょって。めちゃくちゃ面白い、何コセンちゃんの毛の話って、ね、どうなのね、あのどこどこの毛がめちゃくちゃ伸びて30センチになりましたとか俺の友達のインドネシア人はあのおっぱいから出てる毛が30センチぐらいになってました抜いちゃいけないってなんか言われがあったみたいで、そうなんですね。どうしたのそれっつって、首だっけな、なんかそう、すごいすごかったですよ。すごい、抜いちゃいけないっていうのがあるんですね。抜いちゃいけない、なんか宗教的になんか いいことがあるのか知らないけど。でも今って男性の方も脱毛に行かれてる方多いみたいで、多い、俺も知れるよ、あの顔のヒゲ全部脱毛してたりとか。へー、でも日本人だけなんでしょあれ。あ、そうみたいですね。で、あ、いえ、世界的にってこと。いや、なんか聞くけど、韓国なんか結構してそうだけどね、うんうんうん、私もその脱毛のサロンに通ってるんですけど、そこでそのエステの方とかが、そうなんか男性が、最近やっぱ割合が多くてみたいな、と思って。確かにヒゲを剃るのは面倒くさいし、うん、ねえ、でもやっぱね、一回のね、永久脱毛しちゃったら生えてこないでしょあれ。いやあのね、永久脱毛といっても、うん、やっぱその後に剃ってたりとかしてしまうと、うん、またちょっと入ってきたりとかするんですよ。だからね、永久って言っても人の体質によりますよ、やっぱりそれは。嫌だけどな、だってツルツルの。でも男性よく足ツルツルの方とかいらっしゃいますよね。嫌じゃないのかな、あれ。あ、私はちょっと生えててほしいかも、少しは、うん、そうだよね、髪型だったらね、ねえ、ちょっとどうかと思いますけどね。でもやっぱ最近の子はやっぱツルツルで、だって男性だとお化粧したりとかするじゃないですかね。今ね、そういうのが ねあるみたいですけどね。さあ、そして続いてラジオネーム、ちょっと待ってください、あと2分あと2分か。 あのね、あ、酒太郎さんが伊勢崎のゆらの里、全国に30店舗くらいあって友人が仕切っていました。今は日帰り温泉の設計や、冬は西武園のプールで釣り堀をやっていますとか ね、 ね、いただいていますね。そこじゃないよね、俺が聞いてるの、ね、そうそう、多分違うね、ゆらの里じゃないのよ、サウナだけそうのところがあってね、まあ、他にもね、高崎のパパさん、ハワイのママちゃんと FM さんからもメールいただいておりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、明日は MAV10 年ということで、そうそうなんですよ10周年を迎えます明日、はい、はい、私は覚えております。そう、里井さんお話聞きたかったから明日来ますだって豊かになんだよ、おめえ来んなよって怒られちゃう。いや、来てほしい、うん、残りの時間教えてくださいよ。2月ね、俺最初始めたの2月ですけどね、うん、突然2週間前に、はい、このラジオ局の方が来て、はい、喋ってもらえませんかっつって、OK って言って、
そんな感じだったんですか。そんなです、はい、本当に2週間ぐらい前です。はあ、そうです。すごい、すごい軽く答えてしまいました。じゃあもう色男のもう当初から、当初な、俺色そのお墓でやる前に始めたんですね。いやー、マンデーを。すごいなー。多分残ってるのうちだけじゃないかな。あとは何もないんじゃない。すごい、もうなんか大先輩。長いですよね、もうそこから。虫ですね。そうですね。なんかもう本当明日来てほしいです。水曜日はだから俺だが変わってないだけで、あと月火、うん、木金はみんな変わってますから、ね。あ、そっか。午前中もいろいろ曜日を変えたりですね。はいはい、ちょっとぜひ明日メールください。メール。こういう曲だったんだよとか、10年前はこうだったんだよとか。今終わってから話しますよ。あ、それもぜひ私手書くんで、で明日放送します。かかっとえ、かかっとえ。今日の担当は私、ソキシカと、また明日お会いしましょう。さようなら。バイバイ。風邪ひかないでね。明日は10周年を迎え